ゴードン・パーシバル・セプティマス・ジェイコブはイギリスの作曲家、吹奏楽曲の作曲や教育的な著書で知られる。ゴードン・ヤコブと表記されることもある。ジェイコブの経歴は始まる前に終わってしまうところであった。10人兄弟の末っ子であった。彼は19歳の時に第1次世界大戦に参加すべく野戦砲兵隊に入隊し、1917年に 捕虜となった時、所属していた800人の大体のうち生き延びたのは、彼を含めわずか60人であった。解放された後、彼は1年間ジャーナリズムを学ぶが、すぐに辞めて、王立音楽大学で作曲、理論、指揮を学び始める。その後1924年から1966年に引退するまで、ここで教弁を取り、その生徒には、ェ前、 ホルスト、バーナード・スティーブンス、マルコム・アーノルド、ルース・ギップス、マデリーン・ドリング、ジョーゼフ・ホロビッツなどがいた。運悪く、郊外列と幼少時の手の怪我のため、ジェイコブの楽器演奏能力には限界があった。彼はピアノを学んでいたが、演奏してみせたことはなかった。ジェイコブが最初に成功を収めた作品は、学生の頃に作曲された。16世紀の作曲家。 ウィリアム・バードのバージナルのための作品を素材にしたオーケストラ用の作品、ウィリアム・バード組曲である。この作品は後に水槽を落用に編曲され、この版がよく知られている。彼は1946年に王立大学のフェローとなり、以後生涯を通じて学生と教員のための作品を書き続けた。1930年代、ジェイコブはサドラーズ・ウェルズ・バレエ団のために、 いくつか作品を作った。そのほとんどは、レシルフィードのように過去の作曲家の作品の編曲であったが、リーマス、おじさんはこの団体のために作られたオリジナルの作品である。彼はまた、第二次世界大戦中の四季公葉用のラジオ喜劇のためのライトミュージックも作曲し、音楽のエリート主義者たちの避難と講習の賛辞を浴びた。また、 プロパガンダ映画の音楽もいくつか作曲している。ジェイコブの名声が頂点に達するのは1950年代である。この時期の主な出来事として、1951年の英国博覧会に彼の作品、祝典のための音楽が使用されたこと、また1953年のエィザベス2世の戴冠式で使用された国家のトランペットファンファーレの 編曲を行ったことが挙げられる。ジェイコブは1966年に王立大学を引退した後も、主に異色作品の作曲を続けることで成計を立てた。彼はそれらの作品の多くを地味な商品群と形容したが、1984年のティンパニと吹奏楽のための競争曲など、代表的作品の一部はこの時期に作曲されたものである。ジェイコブは二度結婚している。 はじめに1924年にシドニー・グレートを結婚したが、1958年に死別している。その1年後の1959年、今度はシドニーの名のマーガレット・グレート再婚している。彼は自分より42歳年下のマーガレットとの間に二次を設けた。1959年に、ケンラッセル監督によるジェイコブの生涯の記録番組、 ゴードン・ジェイコブが BBC で放送され、また1995年にはエリック・ウェザレル作のゴードン・ジェイコブ100周年記念電気と題する本も出版されている。ジェイコブは同時代の作曲家たちの中では最も音楽的に保守的な人物の一人であった。王立大学でレイフ・ボーオン・ウィリアムズやチャールズ・スタンフォードについて学んだものの、 ジェイコブは友人たちがロマン派を好むのに対し、より簡素なバロックや古典派の作品を好み、無調音楽やセリー音楽の流行に直面しても、この美意識に固執した。この保守主義は、ジェイコブの作品が前衛音楽が好まれた1960年代に、時代から取り残される原因となり得たが、本人はそのことをほとんど気にしなかった。彼は、こう言っている。私は、 個人的に、先進的な芸術家たちの知的な俗物根性には、不快感を持っている。もしメロディが完全に放棄される時が来たならば、あなたは音楽さえもやめてしまうことになるだろう。彼は、感覚器の用法に長けた作曲家であり、今日彼への敬意の多くは吹奏楽に対する、信仰によるものである。これは、吹奏楽自体が、コンサートを行う。 音楽団体を出自とするものであることから来るものである。加えて、彼はほぼすべての管楽器のために、様々な難易度の独創曲や室内学の本を執筆しており、その多くが現在では教育学的な基準となり、レパートリーに加わっている。ジェイコブは多作な人物で、1984年に死去するまでに4冊の著書と数多くの音楽に関するエッセイに加えて、 700曲以上の音楽作品を発表した。オックスフォード伯爵の更新曲ザ・アール・オブ・オックスフォード・エス・マルシェ・パバーナ・パバナ・ジョン、今キスして、ジョン・カム・キス・セメナ・ウメイデンの歌ザ・メイデン、エソング、ウルジーの荒野・ウルジー・エス・ワイルド・ショー、ザ・ベルズ。ありがとうございます。